さあここでライオンズ代走を送ります。ファーストランナーはアイト。長打でランナーが帰れば逆転です。ちゃんとつながったんでここが大事ですね。さあこのチャンスでバッターボックスには9番の木村が入っています。小宮山さん、この場面スクイズはどうでしょう。そうですね、一塁はセーフ。ちょっと手が出ないところですよね。はい、変化球が決まっています。これでスクイズの可能性は薄くなりましたね。ですよね。外のボール球打っていった。落ちた、ヒットになる。サードランナーがホームに帰っていきました。ライオンズ同点、2対2。さらに二塁一塁のチャンスが続きます。ご覧いただきましょう。この大事な場面で貴重な同点打を放ちました。試合は振り出しに戻っています。ここはどんどん攻めたいですね。さあそしてこのチャンスで打席には1番の金子が入っています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですね。初球は打ち、変化球から入ってきましたね。はい、まあ、今ので踏み込みづらくなったでしょうから次は外でカウント取りたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。アウトコースできましたね。そうですね。高めに大きく外れています。打者の内角をえぐるような投球でした。いい当たり、抜けた。セカンドランナー帰れば勝ち越し。勝ち越しのランナーが三塁を回った。ボールは中継、セカンドランナーホームイン。ライオンズ勝ち越しました、3対2。なおも三塁二塁のチャンス。この場面で見事なタイムリー、勝ち越しに成功しています。いやー、このチャンスに見事応えてくれましたよね。ここで勝ち越しに成功。このまま流れを保っていけるんでしょうか。イーグルス、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の青山。さあそしてバッターボックスには源田が入っています。さあチャンスが続きます。やはりランナーがいると初球も慎重になりますよね。なるほど、そうですね。小宮山さん、ここはスクイズはありますか。そうですね、あるかもしれませんから警戒は必要ですね。そうですか。変化球打った、ファウルボールです。釣り玉には引っかからなかったですね。振ってきません、外れています。でしたが振ってきませんでしたね。そうですね。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。追加点のチャンスではありますが三振でツーアウトになりました。ランナー三塁二塁はそのままです。真ん中のボール打った、この打球は落ちるか、どうだ、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回西武ライオンズ貴重な得点でリードしました。7回終わって3対2、ライオンズ逆転に成功しました。これから8回イーグルスの攻撃です。一方ライオンズはピッチャーが変わります。
背番号25平井が2番手としてマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターはロメロ。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは長打を警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。ライオンズ1点リードで迎える8回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。そうですね、攻撃陣の頑張りに応えるような投球を期待したいですよね。とにかく最少失点を心がけたいですね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。外へのボールは入りません。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには代打の茂木。ワンアウトランナーありません。バッターは茂木、背番号5。インコース決まってストライク。打ちました。源田アウト、ツーアウト。バッターは守備交代から起用されているオコエ。ツーアウトランナーありません。さあまず1球目、高めの変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。取った。一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。反撃したい楽天でしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対2、1点リードはライオンズです。8回の裏、イーグルスに選手の交代がありました。サードの鈴木がファースト。8回の裏に入りました。さあライオンズ、この回は4番から始まります。山川がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、セカンドゴロ、併殺打に終わりました。ライオンズ1点リードで迎える8回の攻撃です。2球目は何で来るか。打ちました。痛烈。これはショートライナー。バッターボックス小野崎。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。タイミング合ってるんで、今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。青山、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。浅村、ツーアウトになりました。バッターボックス中村、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。この回のライオンズ打線ですが、早くもツーアウトになっています。ショートシュインサイド、落ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。中村、これが自身本日の初ヒットになります。ツーアウトランナー二塁。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。さあライオンズ、追加点のチャンスを迎えています。終盤での追加点はダメージ大きいですからね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには熊代が入っています。まずはボールから入りました。
膝元へ曲げてきましたが外れます。インサイド打った、ショート取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがライオンズ得点には至りませんでした。8回終わって3対2、ライオンズが1点をリードしています。さあ最終回、1点リードでの登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ライオンズの守護神増田、逃げ切りを図ります。これが1球目、打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウトです。打順は2番鈴木、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。さあ守護神増田がイーグルス打線の前に立ちはだかります。1点差、非常に競った場面での登場となります。まあこういった場面を抑えてのねクローザーですからね、期待していいと思いますよ。ええ、さあどんな2球目、打ちました、ヒットになった、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。うまく持っていきました、非常に速い打球でした。完璧に捉えられてましたよね。さあここでイーグルス代走を送ります。ファーストランナーは下鶴、長打でランナーが帰れば同点です。バッターボックスには3番島内、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね、ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。見逃して三振です。ランナーそのままでアウトを取れたのは大きいですね。はい、三振でツーアウトとなっています。ランナーは変わらず一塁です。外の球打った、セカンドの左抑えた、二塁送球アウト、これで3アウト、試合終了。見事1点差を守りきりました。西武ライオンズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、戦い方とすると、こういう形でという、そういう感じの展開になりましたよね。そのあたり監督の采配もズバリはまりました。勝った西武ライオンズ、接戦をものにしました。一方のイーグルスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりでメットライフドームから失礼します。本日はご来場ありがとうございました。